本日の第10試合メインイベント 62kg 契約3分3ラウンドを行います。赤コーナー 61.8kg アンリミテッドジム、元 WPMO 世界スーパーフェザー級王者、元 NJKF フェザー級王者、久保雄太。赤コーナー 62kg 大阪ファイティングファクトリー K-1 ジャパングランプリ1997年フェザー級トーナメント優勝、元 KICK 世界スーパーフェザー級王者、元シュートボクシング日本カーディナル級王者、村浜武宏。石川浩司。両選手には激励書が届いております。青コーナー村浜選手へ菅井様、赤コーナー久保雄太選手へ山下会計事務所様、赤尾邦夫様、蓮見和也様、マウスガードライム様よりいただきました。赤コーナー久保雄太選手のノックアウト勝利でございます。
久保優太選手にお話をお伺いいたします。おめでとうございます。どうもありがとうございます。メインイベント中の勝利で締めましたね。今日は本当にご来場いただきありがとうございます。1年ぶりだったんですけども、1年間、僕はいろいろ練習頑張って過ごしてその成果を今日出せたのかなと思います。またサバイバーで第2弾、第3弾とこれからやっていくと思うんですけども、クラッシュとか K1 60キロ級がすごい盛り上がっていると思うので、ぜひこのサバイバーね、強いやつどんどん呼んできてください。全部ぶっ倒します。そして今日はご兄弟での勝利ともなりました。そうですね、兄弟揃って負けることなく無事勝ったということはすごい嬉しいことです。それでは改めて、この新宿フェスに集まったお客様たちに今後の抱負、目標を聞かせてください。はい、そうですね、K1 60キロ級とかクラッシュとかに、どんどん出たりとか、またそういう選手たちとどんどんこれからもどんどんそういう強い選手を倒していくんで、皆さん第2弾も第3弾もぜひ来場してきてください。お願いします。見事のメインイベント、満タンの勝利、久保優太選手でした。